さあ今回アマチュアでチームに参加してくれたみやちゃんさんです。はい、おーナイショー、ナイショー。これで今ヘッドスピードが 50.4、 ボールスピードが 73.5 ですね。あ、ヘッドスピードが 61.4、 ボールスピードが 78.1 です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。さあ今回アマチュアでチームに参加してくれたみやちゃんさんです。みやちゃんさん、はい、ちょっと振ってみてもらっていいですか。はい、おーナイショー、ナイショー。めっちゃいい球じゃないですか。これで今ヘッドスピードが 50.4、 ボールスピードが 73.5 ですね。いや素晴らしいですね。素晴らしいです。アマチュアの方で、はい、なかなかねボールスピード 73.5 を出る方はね少ないですよね。少ないですね。素晴らしいです。ありがとうございます。おーナイス。これもめちゃくちゃいい。いいですね。これで同じですね。同じだ。 50.2 のボールスピード 73.2。 おいや素晴らしい、 そしてみやちゃんさんは、はい、実はマンブリゴルフスタジオの、はい、まあ、元々会員さんであって、私の、ね、レッスンをすでに何度も受けてくださってる方で、はい、悪い弟子です。かなりでもね、ヘッドスピード上がりましたよね、ボールスピードもね。そうですね。で、今、大体練習で、どれぐらいスピード出てますか？48インチのドライバーで、素振りで 62.3 出したことはあります。ね、いや、素振りとはいえね、60はすごいですよね。すごい。球打ってどれぐらいですか？球打つとやっぱ自分下手なんで 57.9 がマックスですね。うん、それでもすごいですよね。素晴らしいですね。でね、本当最初ねいらした時、はい、初心者でまだゴルフね始めて、そうですね、1年ぐらいの時にちょっと、はい、ですよね。はい、でスコアもねまだ100切れませんなんておっしゃってたところだったんですけども、そうですね、はい、そんな方がね今ね、はい、すごいですよね。50超えでちゃんとボールスピードも出てますからね。はい、73。今後ドラコンはどうですか？やりたいんですけど、やっぱ上の方がもっとすごい方がいるんで、ちょっとまだ躊躇しちゃってる感じがあるんですけど、はい、出てみたいですね。はい、で、JPDA の日本プロドラコン協会ではね、はい、結構各地でプロドラコンツアーってプロの試合もやってますし、はい、同時に青空ゴルフというね、はい、プロアマゴルフをラウンドした後にアマチュアドラコンがある大会があるんで、はい、ぜひね出ていただきたいですね。出たいですね。はい、ぜひぜひ、はい、出ていただければ、まあ、振りがね、はい、かなりモンスター級の振りをされてるので、はい、モンスターみやちゃんと私は呼んでますけれども、モンスターみやちゃんやっちゃっていいんですか？はい、じゃあちょっとねもうちょっと思いっきり振ってみましょうか。じゃあちょっとねドラコンぶりの全力を見せていただきましょう。はい、これで 55.7、 お上がってる上がってる。ボールスピードが 75.6。 おすごいすごい。もっと上げます。もっと上がりそうです。素晴らしい。61.4、 ボールスピードが 78.1 ですね。
晴らしい。これすごい素晴らしいですね。素晴らしいです。めっちゃゆっくり振ってます。で、まあ最初のね振りはラウンド用でちゃんとまっすぐ行かせるように振られてて、はい、50ちょいぐらいでね、ボールスピード73ぐらい で、はい、で今のはもう要はどこ飛んでってもいいから、とにかくヘッドスピード、ね、ボールスピードを上げていくっていう振り方ですよね、はいはいはい、でも なんかね、これ両方見比べると、うん、結局スピード速くてもちゃんと当たんないと意味ないんじゃないかみたいにね、はい、思う人もいるんですけど、この全力満振り練習をみやちゃんはやってきたからこそ、はい、軽く置きに行ってボールスピード73が出るようになってるわけですね。そうですね、はい、だからこのモンスター振りも意味がやっぱりあるんですよね。意味がありますね、はい、もうそれぐらい形気にせず、はい、とにかく速く振るっていうね、うんうん、練習が、はい、ね、このスピードを作り出してると。そういうことです。いや素晴らしいですね。素晴らしいです、はい、やっぱ球打ちの更新今できたんでちょっと嬉しいです、はい新記録ですね。新記録です、はい、素晴らしいです。まあじゃあこんな感じにですね、はい、早く振る練習ももちろんやりつつなんですけど、ちゃんとね、はい、ナイスショット打つ、いいスイングする、ゴルフスイングとしていいスイング作る練習も必要なんで、はい、まあ、両方をねバランスよくやってってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、素晴らしい、ナイスです。YouTube では喋ってないようなこともガンガン喋ってるんですよ。毎月課題に沿って練習していけるんですよね。オンラインだけでそんなヘッドスピードって上がるんですか？頻繁にライブとかやりようし、たくさん質問もできるきいいよね。